疲れ様です。西尾です。今日はですね、ほんまにもう全くネタがなくてですね、なしようかなと思ったんですけど、先日買いました、これ、ブートレックギター、なんか適当に弾いたり、まったりしたいなと思いながら、結構ね、この動画アップして、いろんな人からギター買ったんですねって言われて、僕のなんか周りの生徒さんとかでも、ギター買ってる人なんか多くて、なんか共通の話題ができて盛り上がったんですけど、なんかすげえ俺聞かれたのが、なんでこれ買ったんですかみたいななんか自分的にはこう、まあ一番はね、目立つことなんか目立ちたいかって言われたら、まあ目立ちたいんでしょうねみたいな感じなんですけど、まあこうインパクトがあって、まあちょっとネタになればね、こうみんなのこう話題というか、話題っていうか、なんかこうあの人あんな勝てたみたいな話のネタにもなってくれたら俺嬉しいし、まあ純粋にこう機能として楽器として自分は気に入ったし、いいなと思って買いましたけど、あのメインのチャンネルではね、なかなかこう使いにくい部分はあるんですよ。サブのねチャンネル自分やってるんで、サブのチャンネルでこうテクニカルリック早弾きだったりをやってるから、なんかそっちでこれを使いたいなっていうのがすげえあって、まあ、メインのチャンネルは今まで使ってる、まあなんかこうフロントピックアップセンターがあるようなノーマルタイプをメインとしつつ、サブでこういうなんかこう攻めてる感じの、まあ、かつこうインパクトがあるような使って、まあ、ちょっとでもね皆様の暇つぶしに貢献できればね、もう何かを伝えたいとかもう別にそうはなくて暇つぶしになればいいし、ちょっと見て、まあ、ギターでも弾こうかなとか思ってもらえれば別に自分はいいなと思ってるんで。でもね、俺結構使ってみてね、なんつうんでしょうね、まあ音もすげえ好きだし、結構スペックも意外と気に入ってる、このまあリア一発っていう仕様なんですけど、まあフロイドローズも気に入ってるし、まあこう引き込んでね、どんな感じになっていくか楽しみやなと思う。
何も内容がない動画ではございますから、ほんまに暇つぶしに見ていただければ。まあすいません、ゆるふわなチャンネルですけど、今後もねよろしくお願いします。